さあということで今日もエフトルリーグ戦23実況プレートってこともんだけど、まあ、今日は俺が考える最強のフォーメーションバージョン2ってことで、まあ、改良版というかね、俺もね何回か前の回で、まあ、最強フォーメーションみたいな感じでね、俺が思う最強フォーメーション上げさせてもらったんだけど、まあ、今回はまたそれの改良版というか、まあ、ちょっとね修正版というのを俺思いついたから、まあ、それを今回みんなに紹介しておこうと思うんだけど、まあ、システムはその前回と同じ、まあ、433というか4141っていう形になってて、まあ、今回はまあ、やっぱサッカーね、みんなも知ってると思うけど、点を多く取った方が勝ちっていうスポーツらしいのね、サッカーって。俺もあんまよくわかんないんだけど、まあ、サッカーってなんか相手より点を多く取んないといけないらしくて、まあ、俺も野球好きだから、まあ、その辺はまあ野球と一緒のルールなんだなっていうのを改めて思ったんだけど、まあ、点を多く取った方が勝ちってことは、まあ、やっぱ決定力ある選手、相手のゴールに、まあ、ボールを入れる能力が高い選手を中心に集めた方がいいんじゃないかっていうところで、まあ、今回決定力多めの選手、決定力が高めの選手を中心に、まあ、集めてみたんだけど、まあ、センターフォワードケインはまあ鉄板でしょ、プレミアリーグで30ゴール取ったで、トッテナム所属で30ゴールとシティ所属で35ゴールぐらいって考えたら絶対ケインの方が価値高いからね。まあ、単純にゴール期待値よりも上回るゴール数、ケインはね大幅に上回る数字を出してるってことで、まあ俺はねプレミア最強のストライカーケインだと思ってるんで、今回ケインで、まあなおかつ、まあ、15得点か16点ぐらい取ったサッカーと、まあ、2桁ゴール、今シーズンは10点にとどまっちゃったんだけど、まあソン・フンミン、まあ去年の得点王ってことでソン・フンミンと、まあ、そしてバルベルで、まあ、ウーデゴールもね、まあ、15ゴールぐらい取ってて、まあ、バルベルではまあ7ゴールか8ゴールぐらいだったけど、まあまあまあミドルシュート非常に上手い選手なんで、まあ、バルベルでと。で、まあ、それより後ろの選手はいつもと変わらない感じで、まあ、ククレジャ、カゼミロ、エバウトレス、キム・ミンジェ、カイル・ウォーカー、そしてエミマルというか、といった感じで。で、まあ、ベンチにもね、まあ、セリア得点王のビクター・オシメンと、まあ、ビニシウスね、今シーズン、まあ、公式戦25ゴールぐらい上げてると思うんだけど、ビニシウスと、まあ、そして、プレミアで10何得点取った、ラッシュフォードと、まあ、分ですね、結構得点取ったニャブリと、まあ、そして2桁得点のエーゼーとフォーデン、ブルノ・フェルナです。そしてスーパーサーブとしてね、まあ結構ね 90% あたりの得点でいったかなりのものがあった選手と、で、まあ、あとは万能型のねアラバと、まあ、ナチョと、まあ、そしてロドリを、まあ、採用していて、まあ、キーパーにニック・ポポを採用していますって感じで、まあこれこのチームね、やっぱどっからでも点が取れる、このチーム本当に誰が点を取ってもおかしくないというかね、まあ、ケインからまあ2列目の選手、1列目から 1.5 列目、2列目の選手全員が点取れる可能性あると思うんで、まあ、そういった感じで、まあ、かなりゴール期待高い試合が見せれるんじゃないかってところで、まあ、早速試合の方取っていこうか。さあ、ということでパッチングしまして、バスコ・キブスコア AB3 対戦よろしくお願いします。どういう名前してるのかちょっとよくわかんないけど、まあまあまあ、おっと、ウーデゴール不調なんで、ちょっとここはエゼをスタメンで使っていこうか。さあ、そしてウイングには今回ビニシウスを採用して、ニャブリも行きましょうか。まあこんな感じ、まあロドリ好調なロドリも使っていきましょうか。まあこんな感じ、まあアラバ絶好調なんだけど、アラバはやっぱね、スタメンで使う選手じゃないんで、まあこんな感じでいきましょうか。さあ、対戦相手のバスコ・キブスコア AB3 対戦よろしくお願いします。どういう名前してんだ、マジで。なんかググったら出てくるのかな、バスコ・ダガマみたいな名前してるけど。さあ、ここはハリケーンのキックプレッシャーやがし、まあ基本的にうちのチームはさっきも言った通り、どっからでも点が取れるんで、まあ、とにかく相手ゴールに近づくことがまず大事。ちょっとこれは非常にまずい。ただ、ここはしっかり君、おい、君んちどうした？ OKOKOK。さあ、そして、まあね、一旦君んちこう1対1見していきたい。いや、うまいね、こいつ。いや、大丈夫か、オフサイドじゃない、これ。あぶれ、ロード、超投げてる、キムミンチェ。おい、キムミンチェ大丈夫か、お前さっきから。ちょっとファーストプレイからさ、いきなりちょっとキムミンチェ、非常にいただけないプレイが続いてるんだけど、お前、あまりにも続くようだったら、お前、アラバと交代だからな。さあ、ここはリノレメッシのコーナーキックで試合したいけど、ゴールにアブリこの辺に配置しといて、ちょっとセカンドゴール拾わしたいね。さあ、ここはハリケーンがしっかり、さあ、いったそばにアブリが代用していく、一気にするパスでとか。さあ、エーゼが運んでいく、エーゼ、ここはね、ドリブルで持ち出し、エーゼって言ったら、ここのカウンターでの持ち出しが一番ね、上手い選手なんで、さあ、しっかり対応していく。さあ、そしてウォーカー一旦中継守か。おい、ウォーカー大丈夫か、お前。さあ、しっかりここはキム・ミンジェが、しっかりここは、おい、ナイスキム・ミンジェ、挽回していくね。さあ、そしてこれ、お前、とんでもないヒルだな。またらここが繋がっていく。さあ、そして、一旦、これちょっとされてかしようか。いや、エーゼいいね、エーゼ。いや、エーゼ、ちょっと負けんな、エーゼ。エーゼ負けんな、エーゼ。ナイスエーゼ。エーゼ、ここはちょっと、キー。ハリケーン、これは、素晴らしいゴールだ、ハリケーン。まあまあ、決めて当然なんだけど。まあ、さすがの決定力というかね、これが今シーズンプレミア30ゴール取ったら、ね、もっと騒がれてみるぞ、お前。ハーランとかいたからちょっと騒がれなかったけど、もっと騒がれていいからな、お前、ハリケーンの30ゴールだ、お前。取ってるの、今の取ってるのに30ゴールって言ったら、お前、すごいことだからね、マジで。リシャルリソン見てみや、あいつ。2ゴールぐらいだからな。ちょっと前切り替えてリベンジしていけよ。ここで取ったところでふわふわして決められるのが一番良くないからね。で、みんな分かってる。オッケーオッケー、そういうこと、そういうこと。オッケー、そういうこと、そういうこと、そういうこと。ちょっと普通に危なかったりかな。さあ、計画を起点になっていく。さあ、そしてビニシウス。ここはちょっとビニシウススピラルでこう運んでいこうか。さあ、そしてシンプルにケイン使っていこうか。いやいや、ケインといったらここのポストプレイ。ここ起点になる方が非常にうまいんで、ここケインポストプレイしていく。まあ、ちょっとさすがにね、コールの PS が低いんで取られちゃうんだけど、ここは。さあ、しっかりここはロドリーが対応。いやー、くくれちゃいね。ちょっとくくれちゃったギャブリがさ、ちょっと見分けつかなくなっちゃうんだけど、大丈夫かな。さあ、ギャブリ高さを見していく。そしてエーゼ一気に展開して、いやー、惜しいね。
ただただしっかりニャブレがここはケアしていく。さあニャブレ裏向きとこうか。いやー素晴らしいアスペ取ってよ。さあそしてここはアリーケインがちょっとニャブリそのクロスいただけねえな。まあまあそこは切り替えていきましょうか。さあここがバードレスは高さを見せる。さあそしてバルベルでここはいや惜しいね。さあただここがクリジャーケアしていくよ。クリジャー1対1負けんな。オッケーオッケー。さあ下げさせておいて、いやちょっとそこ通されるのまあよくねえな。さあただここがしっかりククリジャーとバードレスで戻っていく。そこキムミンジの対応としっかりここが立てつけていくよ。いやさすがにこれ繋がんないね。アレスサンドロですなんか懐かしい、ちょレジェンドか分かんないけど懐かしい説使ってるね。さあちょっとそんなこと言ってサオホンミンにやられてきた。オッケー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 。まあまあまあしょうがないでしょ今な。なんであんなフリーだったのソンホンミン。ちょっとよく分かんないな今ソンホンミンフリーだったのが。まあここはハリケーンのキックの試合再開と、まあまあしっかりここはね切り替えていきましょうか。さあ一気にサル展開していく。やぶりここはちょっとパスタ残していくよ。ちょっとウォーカー投げてなお前。さあしっかりここはキムミンジェンつけていく。一旦ここね、危ない危ない危ない、ちょっと待って待って待って、いやオッケーナイスローリー。やっぱこういうね取られそうで取られないパスが一番チャンスになるんでサッカーって言ってるね。さあここはビニシウスが抜け出していく。シンプルにマイナスのクロス、エゼル抜け出しとっけよ。これがどっからでも点が取れる。ちょっと待って、どっからでも点が取れるってのはない。こんな誰でも決めれるけどな正直な。まあ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 ゴールはゴール、1点は1点なんで、どんなゴールも1点なんで、そういう意識を持ってもらいたい俺のチームメイトにはね。さあしっかりキムインジここは対応。いやロドリーね、さすがのロドリー。さあキムインジ負けない。そしてロドリーシンプルにここはつけていく。いやごめんちょっとごめんごめんごめん。さあしっかりここエゼが、オッケーオッケーオッケー。まあここはしっかりキムインジ対応していく。いや惜しいね。さあただここパウドル実験されてみましょうか。いやー素晴らしいね。これちょっと前半締め方大事だよ。オッケーオッケー。さあしっかりここは、なんで今取られちゃうかな。まあまあまあしっかりここは切り替えてディフェンスと。いやーそうかクリジャーしっかりプレスパス。一旦こうちょっとで、ね、終了間際怖いんでここはクリアしていく。さあそしてしっかりここはバルベルデが対応。ちょっとニャブリ蹴り出しようが、でニャブリじゃないちょっと待って、ちゃんと名前見て判断しようか。名前見ないとニャブリとあのククリちゃんの見えがちょっと疲れになっちゃってるから。さあククリちゃんここはしっかり対応していくよ。さあそしてビニシウス素晴らしいプレスパックだね。さあそしてここはいやそこ通されちゃうか。ちょっとここはさすがにキムインジクリアしていくと。オッケーオッケー。いやシバオッケー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 。さあここケインしっかり縦パスケアしていく。オッケーオッケー。さあここはいやハーランド足元ないんで、いやハーランドそんなうまくないですけどね。さあそしてエーゼがこうカッティングしていく。さあバルベルデシンプルつけていく。一旦こうされてみましょうか。いやーケインらしくねえなその失い方は。さあただしっかりここは、いやなんでそんな簡単に裏取れてんだ。オッケーナイスです。さあこういったキムインジ蹴り出していってセカンドボール回収していくよ。オッケー。いや冷静にトラップしてくれねこいつはね。さあしっかりここエーゼがカッティングしていく。シンプルに中つけて一旦ここワンツーで抜け出しこうか。さあ素晴らしいねビニシウスね。さあそしてここはシンプルに、いや惜しいね。さあただバルベルデがケアをしていく。さあそしてここはシンプルにハスペスを取るか。いや惜しいな、やっぱりそれ繋いでほしかったな。まあ、さあしっかりここはなんとか、いやロドリそれも取ってほしい。いやちょっとそのパートでその対応マジいただけない。さあしっかりキムインジここ戻っていく。キムインジ、ちょキムインジ何やってるこいつマジで。オブレオブレオブレ、やめて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 、もう何やってんだキムミンジェ。本当にもうキムミンジェこの試合終わってるわマジで。こいつありえねえマジで、本当にありえないこいつ。これだからさちょっとここは我慢しようか。ここはちょっと差別扱いになるんでちょっとここ我慢しますよ。しっかりクワエゼが対応していく。まあ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 今の決められてもおかしくなかったんで、まあそこをねしっかり今までが止めてくれたからこそのああいうプレーと、まあシンプルに決められてもおかしくなったんだよなプレーはね。まあしっかりクワエゼを使って、いやウォーカーしっかりしてくれお前。いやロドリーナイス。さあしっかりタレパスケリピオ。さあそうシンプルとワンタッチで展開していく。いやちょっとロドリーちょっとシンプルここは使っていこうか。いやちょっとまあまあ危ないまで繋がればいいと。さあそしてシンプルにバルベルを使っていく。バルベル持ち出してここはビニシウスにクロスだからのビニシウスジュニオルと。いや押してバルベル前オフサイドから行くなお前。オッケー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 。さあロドリー、いやちょっと待て、ハリケイン、いやー惜しいな。いやハリーケイン今の角度はもうケインの角度なんだけどね、絶対決まってもおかしくなってるけど、ちょっと相手のトロ、これトロップいただけなかったね。いやーちょっとコース雨ないくらいなんでもケインな、そららしくねえなケイン。さあここはエーゼのフリーキック、エーゼのコーナーキックから試合再開と。いやー選手入ってきたね。さあいいボールいったんじゃないこれ、ビシュシュヨルセカンドボール、バルベルデバルベルデバルベルデ、いや惜しいな、しっかりここくくりちゃう。いやーくくりでそれ抜かれるのまずい。いやーナイスプレスバックロドリ、さすがロドリさん。いやちょっとそのジクラとしまじいだね、しっかりロドリ、いやロドリそれカッティングしてほしい。いやナイスキムインジ、もうお前ないっても褒めないけどね俺はね。さあしっかりこうケインが一旦されてかしょうか。いや素晴らしいね、アセンシオ。いやちょっともう決まってくれよアセンシオ、お前もう右足だったからしょうがねえか今のは。まあしっかりここはバードレス、ちょっとバードレス戻ってほしいな。いやここはインターセプトしたい。いやロドリちょっとまずいな、それはしっかりキムインジここ狙ってきようとありますね。いやちょっとまずいな、いやキムインジマジで許さんよマジで。オッケーオッケー、キムインジです。さあそしてエーゼがしっかりここ展開していく。ちょっとシンプル使っていこうか。さあここはビニシュズ一旦中、いやごめん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 、いやしっかりここクリジャー、もうなんでそれ通れないんださっきからみんな、まあ、足出してさ頑張ってアピールはいられないんだ、それが一番まずいから。ナイスインバルド、お前だけだ頑張ってんの今日もな。しっかりここ展開していこうか。いやナイスローイン。さあそしてちょっとアセンシオこう起点になってくよ。いやちょっとごめん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 、いやナイスアセンシオしっかり取り返す。いやいやアウトスピックだね、ちょっとごめんごめんごめん、危ない危ない危ない、繋がれんだ。いや素晴らしい抜け出し、いやちょっと一旦こうキープで、ちょっと待って待って、ちょっと疲れすぎだなみんな。
さあしっかりこうケイン起点になっていく、そしてスタイル展開、選手をワンタッチ抜け出していく、アセンションを使っていくよ。さあしっかりこうクロスが、いやー惜しいね。さあただしっかりここがウォーカーが、いやちょっとウォーカー、いやあのウォーカーが疲れてるなんてあれね、いやナイスウォーカー、あごめんごめんごめん、キムミンじゃ許せねえマジでこいつ今日。さあビンシュツここ負けんな、いや惜しいね。さあただしっかりこうケインが、いや惜しいな、いやーまずいな、これちょっと引き分けが一番冷めるんだよなこれ。さあただバルベルデがしっかりここが対応、いや惜しいね。さあただどうせワンタッチ来るけど、いやナイスパワードレス、いやお前も頑張ってるな今日な、オッケーオッケー。さあしっかりここワンツー抜け出していくよ、いや素晴らしいよ、みんなね、エベレケンでー、素晴らしいゴラッソー、エゼ、やっぱりエゼと、なんだかんだのエゼ、やっぱね、プレミアパレスにいて、なおか中盤で2桁ゴールってなんか素晴らしいからね、エゼね、いやー、素晴らしい劇的アリシナルタイム戦で、なんとか北海道コスタリカ札幌バスコダガマから勝利を掴んでいくと、いや、いい試合だったんじゃないのと終わってみればね、まあ、スタッツ見ても、まあ、圧倒したとは言えるんだけど、まあまあ、ちょっとね、まあ、キム・ミンジがいなければ、もうちょっと楽な試合になっていたでしょうということで。まあということで今回こちらの最強フォーメーションバージョン2を使ってみたんだけど、まあやっぱね、試合前も言った通り、まあ得点力って意味ではかなりのものがあるんじゃないかというところで、まあみんなにも、まあ決定力多めの選手を中盤であったり、まあそういう前線であったりに採用してあげてみると、まあ非常に、まあ得点数上がっていくんじゃないかっていうところで、まあよかったらこのフォーメーション真似してみてはどうでしょうかってところで、まあ今回の動画終わっていこうと思うので、よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いしますということで、さよなら。